Hi, I'm Kyle in Japan, and this is The Pursuit of Hobbiness. On this show, I try interesting or unique hobbies to help you find inspiration to start a hobby of your own. And today, I'm taking my Japanese father-in-law to a friend of mine to learn how to make bread.正式に趣味探しの旅を始めますよ。はい、じゃあ行こう。じゃあお父さん、最初にお会いするのは、はい、私の友人であるヒデさんです。ヒデさん、はい、ヒデさん、はい、彼は大学の研究者であり、はい、教授でもあります。すごいね。はい、科学に関するお仕事なのですが、正確には覚えていません。科学ね、はい、科学なので、科学の研究者といえば、どんなイメージですか、お父さん。とにかく、さ、頭が良くて、やっぱりそれ研究するっていう人は、うん、非常にやっぱり貴重な人たちですね。はい、あと、顔はどんな感じだと思いますか。はい、メガネとかかけてますか、それともヒゲは。ヒゲはありますか。あと、その白いコート、白衣、はい、白衣ね。はい、今日ヒデさんが見せてくれる趣味はパン作りです。うん、はい、趣味、はい、趣味はパンが作れる方は大好きです。おお、多分毎週ぐらいね。おお、よく、そうそう。そして初めて挑戦する趣味、お父さんがイタリアレストランでシェフをされていたので、これがパン作りはいいんじゃないかなと思いました。そうだね、そう、ピザとかね、そういう、はい、あ、いいね。じゃあ今日興奮していますか。そうだね、うん、なんか楽しみだね。はい、私もいいですね。では行きましょう。はい、はい、ようこそ。こんにちは。失礼します。はい、失礼します。ヒデさん、はい、今日何を作りますか。今日は、パンオっていう、あ、違う、なんだっけな。パンオバンルージュっていう、はい、フランスのパンを作ってみたいと思います。水の代わりにワインを使った。え、ね、ワインはパンの中に入っちゃうの。飲むじゃない。飲むじゃない、飲んでもいいですけど。初めてです、はい。ワインのパン。使う材料は簡単ですね。純、強力粉、リストルって書いてあります、ね。はい。ライ麦を使ってます。イースト、塩、砂糖。これちょっと黒砂糖を使ってみました。ワイン、蒸発させてアルコールを飛ばしてる。カレンツ、レーズンみたいなやつですね。これは1日漬け込んでます。くるみ。はい、これだけです、はい。はい。油を使わないパンなので、ヘルシーだと思います。じゃあ、お願いします。最初にくるみを砕くところからやりたいと思います。割と粗めに、そんなに細かくなくていいと思います、うん、はい、ちょっとチャンキーな感じの方が歯ごたえがあっていいと思います。じゃあ父さんに、もうやる、もう早いよ父さん。ただこのワインを入れてもらって混ぜていきます。全部、うん、これでいいですか。はい、それで、まあ、ヒデさん、ちょっと忘れたのですが、うん、具体的にどんなことを研究し教えているんでしょうか。今ですか。はい、はい、僕の専門は、機械工学ですね、はい、で教えている内容はその中でも、気体とか水の流れ、流体力学っていう、うん、それが専門です。英語で何ですか。メカニカルエンジニアリング。Okay. So especially, I study about the fluid dynamics. Fluid dynamics. うん。Okay. どうですか、お父さん。ピザ生地と、うん、これの方が難しい。ピザ生地はもっと柔らかいね。いや、大体こういうの。いつからパン作りを始めた。そうね。コロナになって、在宅勤務、はい、になってからですかね。きっかけは。きっかけ、はい、暇だから。でもなんでパン。まあ昔からやってみたいなっていうのはあって、母親がそのパンを作るの趣味だったんで、うん、まあ、小さい時それを見てて、はい、
まあ、自分もできるかなと思って。今日のレシピはお母さんから、うん、いや違います、これインターネットから便利ですねそうパンを作るレシピ、ね、やったことがありますか？あ、ないです、はい、ずっと自分で。そう、自分の、はい、あとインターネットだけの知識で、はい、ビデオなんか説明を見て、はい、自分でやってみる、はい、そんな感じです、全部だから自己流、はい、になります。すごいね、はい、こねていきたいと思いますけど、こう押し付けるような感じで第二個。まあ、もう下早いね多分これからヒデさんよりお父さんの方が早いね教えてもらってもいいじゃんでも表面では手の感覚で、うん、まあ、なるほど。お父さんすごいよすごい早いね。趣味はパン作りですと言うと、うん、同僚や学生は何と言いますか？まあ、結構びっくりすることが多い。ヒデさんのパンを彼らは食べてみたことがある？いや、ない。ない。あげたことはない。ちょっとひどい。ひどい。そうかな。誰か食べたいと言いますか？いや、誰も言わない。それは言われたことない。多分自信がない。そうね。まあ、でもそんなにまずくはないねと思うけど次に生地を4等分して各パーツを丸めます。ちょっとお腹ペタペタペコペコね、日本語は難しいんですハンバーグみたいな。ヒデさんの見て、それハンバーグの練りになってるよ。指が長いからな、俺短いから。ごく弱火のオーブンなどのあったかい場所に30から40分間置きます。その後パンを再び平らに伸ばし、もう一度丸めます。パンをライ麦粉につけてコーティングします。そしてクッキングシートの上に並べ、生地を15分間休ませます。最後に210度に予熱したオーブンで12から15分焼きます。わあ、でした。焼けました。はい、お母さん、焼けてきました。わあ、わあ、すごいね。そうだ。ね。はい、いただきます。うん。美味しくてうまい。ね。うん。うん。ワインの香りがする。うん。うん。少しね。うん。うん。美味しい。よかった。家で自分で作りたいんですか？うん、うん、じゃあヒデさん、はい、なんか最後の質問は、うん、なんかお父さんにもですが、うん、他にも趣味でパン作りを始めたいと思っている人にアドバイスをお願いします。うん、そうですね、あの、まあ、適当に作ってちゃんとできると思うので、そんなに、うん、あの難しく考えなくていいんじゃないですかね。とにかくやってみたらいいと思います。はい、なるほど。はい、大きな失敗はしないと思います。今日ぜひヒデさんの趣味を見せてくれてありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ヒデさんのパンは美味しかったですね。美味しかったですね。ベーグル、初めての趣味に挑戦してみてどうでしたか？最高です。よかった、楽しかったです。はい、もう予定はいろいろ趣味にやってみる。はいはい、もちろん。だからお父さんもその気になってきましたか？はい、オッケー、オッケー。おー、やったー。Okay, whether it's baking bread or something else, we hope this video inspires you to try a new hobby. And we'd love for you to come along with us on our next hobby hunting trip. Hit that like button, subscribe button. はい、はい。お父さんはこれ、くれぐれも。くれぐれもお見逃しなく。それではまた次回の動画で、またね。はい。もう一回多分キャメラを見る時でしょ、できますか？はいはい、はい、キャメラを見てこのメッセージを言ってください。パン作りの違う、もう一回高評価ボタン、チャンネル登録を押して、はい、くれぐれもお見逃しなく。またね、はい